あ、これはでかい。江口のキャッチャーアップででかかったなー。国際大会だぜー。誰かうちから選ばれたかな？ちょっと待ってね。誰もいなかったぜー。岡本もダメだったかー。秋の県大会、オーダーを発表するよ。1番レフト、バンビ。2番ライト、エビナ。3番ショート、佐藤。4番サード、岡本。5番センター、鈴木。6番キャッチャー、江口。7番ファースト、ハンソン。8番ピッチャー、イム。9番セカンド、千田。ベンチ入りのメンバー。2年生ピッチャー、小林。1年生ピッチャー、前田。1年生ピッチャー、山本。1年生キャッチャー、高橋。総合戦力は、D。まだ守備面がかなり不安。とりあえず地区大会出場を目標にするぞ。サーフィンチームの上陣屋でー。エースの M と4番の岡本がまだ残っているのが大きいけど、他の選手の守備面が不安だな。まあまだ評判もそこそこだからな。守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか、いよいよプレーボールです。試合は1点リードの3回、2番エビナのツーランで追加点。大エビナ初ホームランだ。ナイバッチ。ライトスタンドへ突き刺さった。初球を完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。その後1点を取られるも7回にイムの内野ゴロの間に追加点。この1点はでかいでー。続く千田中安の初ヒットをきっかけに打線が爆発。ヒット打ちました。抜けた。センターバックホーム。モズレー、さらに1点追加。ライトで上がった。超えた。一塁ランナー二塁を回った。モズレー、さらに1点追加。おお、これは強烈。打球はそのまま伸びていく。レフト佐藤初ホームラン来た。千田ちゃんの初ヒットでみんなノリノリになったな。こりゃコールド勝ちしそうだな。チームメイトが迎えます。試合はそのまま最後に小林が締めて7回コールド勝ち。いや、投打に圧倒だったぜ。まあ相手もそこまで強くなかったからな。次勝って地区大会行くぞ。さあ2回戦だ。絶対ここは勝ちたい。地区大会に行って中堅校にあげたいからな。モズレー、三塁側北山。観客に見送られて守りに散りました。さあ2回戦プレイボールです。シーカー。あーん、先制されたか。右の橋本。1回の裏、モズレー攻撃に入ります。戦力チェック。バンビーズ。スタミナ低いな。ピッチャーはそこまでなさそう。痛烈な当たり。うそん。うめー。一塁はアウト。試合は2点を先制されるも、江口のタイムリーで1点差に。江口いいぞ。さらにチャンスを広げるも、あ、守備カチカチだー。このゲッツーは痛いな。逆転のチャンスを逃しました。続く5回にあっさりと1点を取られる。これでまた2点差か。三塁回った。北山1点入りました。3対1。その後岡本のソロムランで1点差になると、ラッキーセブン。女子選手2人が繋いだぜ。野郎どももしっかり旋回。お、たなんか千田ちゃんが打ったらみんな打ち出すような。そらチーム最弱レベルの千田ちゃんが結果出したら、他の奴らも焦って打つよ。
素晴らしい一発をベンチも祝福。8回にはピンチになるもイムが気迫の投球。アウト、ゲッツー。内角ボール球打った。取ってこれでスリーアウトチェンジ。打ちました、いい当たり。ライトへの打球。越えたー。チダチュアーにいけるやん。まだ能力全然なのにな。エビナはしっかりと犠牲フライ。この追加点でほぼ決まりやろな。ところ掴みました。エビナセンターへの犠牲フライ。モズレー1点入りました。しかし最終回。先頭出したか。まああと一人出さなければオッケー。金木くん。これでホームランで同点に。オッケー。空振り三振。ピッチャー返し。佐藤取った。セカンドフォースアウト。よっしゃー。ゲームセット。いやー最後はヒヤヒヤしたけど無失点。これで地区大会進出決定やでー。見事勝利しました。イムはかなり打たれたけど踏ん張ってくれたな。さあ地区大会来たぜー。一勝できれば春の甲子園ワンチャンあるからな。絶対この試合は勝つぞ。相手は老後の学校か。観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。ワンアウトランナーなしという場面でエビナ。マウンド上は松本。戦力チェック。西武の松本か。絶不調なのが幸いかな。村西までいるやんけ。こっちはオリックスの村西か。あん。よし同点。さあ勝ち越しのチャンスを。さあチャンスだぜー。エビナここで楽天するぞ。オッケー。ナイバッチー。二塁ランナーそのままホームへ向かった。勝ち越しだぜー。エビナかなり打つな。いいぞエビちゃん。モズレー追加点の。さあさらにチャンス。ヒット打ってるしここは打たせるか。イムジエンをするんを。ダメか。チダちゃん今日も打ってて笑った。この子実は天才なんじゃね。能力はチーム最弱レベルなんだけどな。どま。レフトへの打球。レフト下がった。超えたー。チダチュアーやべー。すごいぞチダちゃん。タイムリーツーベースヒット。モズレーなおもチャンスが続きます。バンビチュアーも続け。今日早くも3回目のバッターボックス。来たー。いいぞいいぞ。オラー野郎ども負けてんじゃねえぞエビちゃん。まあ一気に突き放せたのはでかい。イムしっかりな。意外とハンソンも打ってるんだよな。打線は悪くないけど守備は全体的にレベルが低いからな。ハンソンタイムリー。ナイバッチ。モズレー1点入りました。5対1。おいごらー。チダちゃんぶつけられててわろた。さっき打たれたからわざとやろな。ふざけやがって。アンチダチュアン痛かったねー。ほんとなんでこの能力でこんなに打てるんですかねー。服の神である俺のおかげですわ。ガハハ。エビナは打ち取られたが佐藤はタイムリー。佐藤怒りのタイムリー来た。チダ一気にホームへ。モズレー1点入りました。佐藤来たー。さらに伸びる。入った入ったホームラン。チダチュアンへのデッドボールで打線が怒り爆発。チダちゃんが打っても打線が爆発するし、デッドボールでも爆発するんかい。
千田ちゃんと買い起爆剤。さらに止まらないモガベイ大仏打線。ほんと打線エグすぎ。そこまでまだ能力高くないのにな。これさよならやんけ。お千田ちゃんにデッドボール当てた結果。モズレー初戦をものにしました。ハンソンさよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。いやーほんと打線は元気だな。上位打線だけじゃなくて下位打線も打ってるからな。イムは今日はナイスピッチング。ハンソンチャンスアップ。さすがに中堅校になるでしょ。おいまだ上がらないのか。さあ今日勝てば春の選抜の全国大会に出れるぜ。ここまで来たからには絶対勝つぞ。さすがにここで勝てば中堅校になれるでしょ。観客に見送られて守りに散りました。ご覧のスターティングオーダー、全国トップレベルの守備を誇ります。2回の裏、モズレー攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。戦力チェック。さすがに強いな。神茶茶に。神茶茶にな。普通に基礎能力高いな。これは厄介そう。岡本打ったれ。岡本対神茶茶に。第9。正面か。ワンアウト。オッケー。あっさり同点。さあチャンスで岡本だ。最低限の仕事は頼むぜ。あかん。勝ち越しならず。うわー、イム飛翔。イムは飛翔したけど頑張ってるんだ。打線もいい加減目を覚まさんかい。逆転ツーランでもいいのよ。おい、セフセフ。おお、鈴木のタイムリーで同点。ワンアウトランナー二塁という場。さあ女房役のお前がイムを助けてやれ。究極の思考が今解き放たれようとして。大体分山田掴んだ。神茶谷取ってアウト。モズレーなおも。ハンソン頼むぞ。ヒットでいいんだ。あん、ナイキャッチ。神茶茶にやるな。神茶茶にな。この回1点返して同点としています。さあラッキーガール千田ちゃんが出たぜ。今日当たってないバンビチュアン。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。おセンターの左にボールが上がっている。センター交代。上がりすぎたか。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。エビナお前なら。これは横浜対決。抜けた。いけいけ。さすがに帰ってはこれないな。エビちゃんナイス。エビナツーベース。モズレー勝ち越しのチャンスを迎えます。ここまで。さあ今日当たってる佐藤。佐藤頼むぞ。おい、三振はあかん。あと一本なんだけどな。7回の裏が終わりまして2対2です。チャンスの後にピンチあり。しかもノリノリか。ここかなり大事だからな。もう一回。モズレ今日2回目の熱血も使うぜ。このノリノリ野郎を抑えれるかでかなり変わってくるからな。一塁タッチセーフ。
やべえ。ノーアウト1、2塁か。山田、いいバッティングを見せました。モズ。そしてクリーンナップ。イムしっかり頼むぞ。よしよし、タッチアップはしゃあない。おいー、一塁ランナー進んでるし。何してんねん、あんな走塁するなんて。一塁のままならワンチャンゲッツーもあったのに。これは意外と勝利を左右することになるかも。おいー、イム、あかん。イムまだ終わってないぞ、集中しろ。もう回ったー。2点。奥へ。俺じゃねえよって言ってる場合か。これは引っ掛けた。打球は三遊間へ。セカンドフォースアウト。ダメか。でもこれでツーアウト。初球打った。オッケー。自らベースを踏んでスリーアウト。2点差ならまだなんとでもなる。モズレー2点をリードされています。さあ岡本、そろそろガツンと頼むぜ。強化味方に打ててないな。お、いったんじゃね。行きました。この一発はでかいぜ。これでこそ4番。さあこれで1点差、わからなくなってきたぜ。チームメイトが迎えます。江口も来た。同点。同点で迎える8回。さあ流れは完全にこっちだ。一気に畳みかけるぞ。イムジエンを頼むぜ。ショベイ、それは内野ゴロ。二塁フォースアウト。セーフ。セーフ。セーフ。ダブルプレーなりません。さあラッキーガール千田ちゃん。でもヒットじゃ帰ってこれないだろうな。バテた。なんかしたー。チダちゃんマジック。チダチワン、一体何者なんだ。神茶谷変わったぜ。一打負け越しのピンチで登板です。今日は頼もしいピッチング。さあバンビチワン任せたよ。運も味方にできてるからな。あかん。今度はやらかさなかったか。まあいい、次の2番からの攻撃だ。同点となっています。イムナイスー。これはもらいましたわ。また交代。モズレー、この回は上位。さあエビナ出ろよ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。出たー。さすがエビナ。エビナナイスバッティングです。さあノーアウトです。佐藤もつなげ。ゲッツーダメ絶対。正面か。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。やっぱり決めるのは岡本かな。岡本お前が決めてこい。おい、危ねえ。でもこれで2アウト。今日当たってる鈴木だぜ。2アウトだけど使うか。さあお祭り男の鈴木大きいので頼む。あー、決めきれなかったか。試合は延長戦に。延長に入ります。同点で迎える10。先頭出したか。球数的にもここまでか。イムお疲れさん。イムよく頑張ってくれたぜ。小林頼んだぞ。交番右の小林、今日2番手としてマウンドに上がります。守備上げとこう。最後のクリーンナップか。打順の巡り合わせ最悪。することになるのか。タッチはセーフ。おいー、小林焦げ臭いな。樋口、いいバッティングを見せました。モズレ、とにかくバッター集中でワンアウト取れ。ここは三振が欲しい。
マジ？宇宙間へのフライですが、取りました。危ねえ。運ばれたかと思ったで。今日2本のヒットを放って。こいつやばいな。今日は当たり。回ったなんてことだ、なんてことだ。奥へ。俺じゃねえよ、でそれどころじゃねえだろ。まだ1点ならなんとかなる。さあまたかよ。回ったリプレイかな。 2点差はでかすぎる。今日2三振の近藤。ゴラー小林いい加減に旋回。下位打線だ、マジで頼むぞ。これはダメかもわからんね。ああもう試合がめちゃくちゃだよ。先輩小林待ったなし。これは犠牲フライやろな。三点差は厳しいな。せっかくいい試合だったのに。甲子園が。やっと終わった。こっちは下位打線からか。やっぱりさっきの回に決めれなかったのが全てだな。さあここは守備を変えて。10回の裏モズレホームランを打った井口から。とにかく塁に出てくれ。もう出た。これはワンチャンあるかも。今のデッドボールでピッチャーが乱れるかもな。あっけなくワンアウト。やっぱりダメかな。ここは代打だ。代打高橋。高橋これが初打席か。ゲッツーダメ絶対。自分のスイングをしてこい。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。ヒットだー。ナイバッチー。さあここで千田ちゃん。ここで千田中安が打てば激アツ展開。奇跡の大逆転もあるかも。出たー。マジかよ。来てます来てます。今日当たってないバンビ中安か。ラッキーガール千田ちゃん伝説を信じろ。なんかすごい名前になっててわろた。つないだー。やべー。これで2点差だぜー。さあここで期待できるエビナ。エビナ絶対つなげよう。自分で決めてもいいのよ。あー、あと少しだったのに。佐藤岡本につなげ。岡本ならなんとかしてくれるはずだ。あの夏の最後の打席リベンジ演出で激アツ展開かもん。佐藤なんでもいいからつなげー。え？お前が決めるんかーい。佐藤よくやったー。ツーアウトから奇跡の楽天さよなら満塁ホームラン。なんてすごいんだ佐藤。目から汗が。いやさすがに3点取られた時はもう無理だと思ったぜ。これが火の神の上様の力だぜ。いや千田中安の力だな。あーん。いやーマジですごい試合だったな。最後までみんなよく諦めなかったぜ。小林はみんなに感謝するんだな。先輩にならずによかったな。大佐投降格と満塁男ついた。おめでたし。中堅校来たー。いやーこりゃ一気に流れが来てるな。絶対負けたと思ったけど、まさかの奇跡の大逆転勝利。これで全国大会出場と春の選抜にも出られる。中堅校にも慣れたし、ここから一気にうちは強くなるはずだぜー。続く。